今月、郡山市の田んぼで見つかった死新田大白鳥から検出された鳥インフルエンザウイルスについて詳しく検査した結果、致死性が高い抗病原性のウイルスであることが確認されました。今月3日、郡山市大瀬町田田野の田んぼで死新田大白鳥1羽から鳥インフルエンザウイルスが検出され、県は北海道大学に検体を送り、 ウイルスの方などを調べていましたその結果、今日う致死性が高い高病原性のトリインフルエンザウイルスと確認されたということです高病原性のウイルスと確認されたことを受けて環境省と県は明日から死新田大白町が見つかった場所から半径10キロの野鳥監視重点区域の緊急調査を実施する予定です緊急調査では 感染源の推定のため死んだオ白鳥の回収地点の環境を調べるほか飛来している鳥類の種類や区域内で衰弱している野鳥がいないかなどについて調べることにしています。